フラット八戸は青森県八戸市知りない町にある多目的アリーナである。敷地は八戸駅西口の前にあり、八戸市が1997年から進めてきた土地区画整理事業のエリア内にあり、約1万5000平方メートルに上る。この土地は都市計画上、広域から集客する各施設の整備が求められていたが、 長年にわたって具体化することはなく事業推進上の課題となっていた。その後、スポーツ用品量販店のゼビオの子会社であるクロススポーツマーケティングが市と共に多目的アリーナをメインとした総合スポーツエリアを建設することが決定した。ゼビオが建設、運営する多目的アリーナは宮城県仙台市大白区にあるゼビオアリーナ仙台に次ぐ二つ目である。 エリアの名称であるフラットは、氷と蜂の部を愛する人すべてが立場を超え分け隔てなく自由に集まるフラットな場という意味から名付けた。今後は、ネーミングライツの導入も検討する予定。事業スキームは、市があらかじめ約8億円で購入していた、区画整理事業の保留地を同社に無償で貸し付ける。建築と施設運営は、同社が担う。完成後は、 市は2020年度から30年間にわたり、年間1億円の利用料を支払うことにより、年2500時間の利用枠を得る。施設は多目的アリーナのフラット ARENA、屋外共用スペースのフラットスペース、エントランス部分のフラット X、周辺の学校や居住空間とつながるフラットパークの4つの要素から構成されている。公園は、八の市が整備する。 メイン施設となるフラット ARENA はアイスホッケーやフィギュアスケートで使用可能な通年型アイスリンクをベースとしながら断熱式フロアを付設することによりバスケットボールなどのスポーツやコンサートなどの多様なイベントにも使用可能な日本初の多目的アリーナとなっているフロアへの転換はアリーナの氷を溶かすことなくアイスリンクの上に断熱式フロア材を敷くことで 数時間で設営できる。ゼビオが経営するアイスホッケーチーム東北フリーブレイズのメインアリーナや B リーグの青森ワッツなどが利用している。2020年4月7日に一般営業を開始した。八の平西口八の平東口。ありがとうございます。